仮して引退するまで中日にいたい。中日に残りたい。中日カリステが来季の中日残留を熱望。来季も中日なら一番いい。引退するまでやりたい。1億くらい出産と無理やないか。高年俸じゃなければ奥ならいらん。いろいろ守れるから便利ではあるよね。外国人が茶回すよりかはいてもらった方が良いかなって。大丸もそうやけど、なんでこんな外国人選手に好かれるんやろ。立浪さんの功績の一つや。残ってほしいな。外国人選手は日本人選手たちが全く打てない投手をなぜかスコーンと打ったりすることあるから貴重。誰だよカリステって言ってたやつ。なんかあちこち守ってたけど、本職はどのポジションなんや。みんなの意見もコメントで教えてね。チャンネル登録よろしく。本当によろしく。